こんにちは、ももあです。はい、メロです。今日は衣装を持参してもらったんですけど、ももあの衣装は何ですか？これは中学校の制服で卒業式の時に着たやつです。そんな感じです。なんて書いてあるの？ I love ママって書いてあります。そうです。ずっと好きなベティちゃんとベストフレンドフォーエバー、かっこいいずっとももあって書いてあります。あと後ろになんか文字卒業って書いてます。メロタンは私は普通に普段から着てた着こなしを着てみました。今日の企画はですね地元の周りの方にこちらから連絡を取らせていただきまして、彼の不良だったエピソードを最初に やばいやばいやばいどういうこと？不良だったんですか？違います。私も違います。それでは編集部から一つ一つエピソードを発表させていただくので、それについて説明をお願いいたします。え、何怖っ。じゃあまずモアから。小6からギャルメイクを始めた。うちの地元がおとなしい感じの子が多くて、周りにそういうギャルとかがあんまりなくて、メイクはもともと好きだったからメイクとかしてたんですけど、周りがメイク全くしてないから、してない人たちから見たらギャルじゃねみたいな、ギャルメイクとかって言われてたんですけど、自分からしたら全然ギャルメイクだとも思ってなかったし、今見てもしょぼいなって思います。メイクはその時周りの同級生の子から見たら濃かったかもしれないですけど、自分はギャルメイクをしてたつもりはないです。ダンスとかやってたのもあって、ママにちっちゃい頃からメイクとかしてもらったりとかしたから、そういう興味はあってメイクはしてました。イエーイイエーイ。タクシーで通学してた。いやいやいや、え、中学の頃ですか？中学は中3とかも中2の終わりとか中3はずっとタクシーやばで友達と行ってました。金持ち。歩くのが足が痛くてしんどくて普通にそれから当たり前みたいな感じで行ってました。やばいですよね。中学でタクシー止まったらビビりますよ、ね、普通にやばい。ええみたいな。行きます。はい、ももあさん、中学校に入ってから家に帰らず先輩と遊び散らかしていた。これは本当ですか？そんなことないですよ。そんなことないです。仲いい先輩の人とかいたのは本当だし、遊んでたは遊んでたんですけど、そんなずっと帰らずとかってことも全くないです。ちゃんと家に帰ってましたよ。何ろ、中学校で教室に入ったのはたったの1回。中3になって自分のクラスに入ったのはそこに1回だけってことです。学校にはちょくちょく行ってました。教室に入ったのは1回ってことなんです。中3の時ですか？中1中2も。中1は行ってて、中2はほとんど行っていかず、なんかもうその行きたい時に行ったみたいな感じでしたね。もうちょっと言い過ぎですよ。それをちょっと裏付けるというか、ちゃんとだけ耳に入ってるんで、それも一緒に言うね。廊下では爆睡。え廊下で爆睡。遊んでオールで学校に後輩を待ってたんですよ。だから絶対学校には行ってて、その後輩と遊んでる時にオールで遊んで、そのまま学校行って教室も入りやへんから廊下で寝ようかなと思って、廊下でもうずっと寝てましたね。先生とかもちょっと起きて起きてって、ね、自分爆睡でもうずっとそんなことが続いてましたっていう。すげえ。でもももあさんも中学3年生の時1日も学校に登校してなかった。え、いやこれもマジで誤解。もう誤解だらけ、誤解だらけ。違う言ってました言ってました。言ってはないんですけど、中3の時は自分は行く気あったんですけど入れないよみたいな、学校には来ないでねとか言って言われて入れてもらえなかったのは本当です。だけど修学旅行は行きたくて髪の毛も黒くして行きました。え、すごい。どこ行ったんですか？ディズニー。なんか3日ぐらいあったんですけど、1日目のディズニーしか行けなくて、2日3日は色が落ちてきちゃったっていうか、だってかわいい。黒くしたつもりだったけど明るかったらしくて、2日目3日目はホテルだねっつってホテルで一人でもなんか言いました。これ悲しくないですか？めっちゃ悲しいです。アイメロは修学旅行どうだったの？え、そう、行ってないですね。アイメロ、和歌山一の家出少女。めちゃくちゃ言い過ぎ。誰が和歌山一って言ったの？家では一回もしたことなくて、いっぱい遊んでてましたよっていう話で、遊んでてましたよ、遊んでただけっていう。ママが大好きな家ですることまずないです。ママとは仲良かった、めちゃくちゃ仲良しです。友達みたいな感じ。じゃあこれも結構違う。全然違いますよ。結構ですよ。ももあさん、成績はオール1。まあそうですね、これはまあ何の誤解もありません。本当なんですけど、まあ、しょうがないですよね。あの授業受けれなかったし、受けてなかったから成績はずっと1でした。アイメロ、中学1年生の時3年生の先輩と喧嘩した。喧嘩っていうか、睨んじゃって、そのなんか
なんか睨むのがなんか好きみたいな時ありません？あーなんか目あったら目離したら負けみたいな。わかります、めっちゃわかる。ちょっと目あったらなんか離した方が負けだから、ずっとこうやって睨んでるとか。それで下校してたら後ろから7人ぐらい来て、私のこと睨んだみたいな感じになって、バーってちょっと鳴ったって。手とかはできないんですけど、チーズでチーズやったみたいな。ね、間違いではないかな、それは。ね、そらしたらなんか負けみたいな。それはめっちゃわかります。まだまだエピソード、私の友達から来てるので、他校の子に一人で恋と呼び出される。敬語が使えなかったんですよ、その時。え、ありましたよね、それ。わかりますよ、なんか敬語は。使い方も知らんし、言葉も知らんかったから、タメ口でめっちゃ怒られて、来いよみたいなこと言われて、行くけど、じゃあ一人で一対一にしようって言ったら、無理、私は先輩連れて行くからみたいなこと言われて、だせ、まあ、最終的に、まあ、亡くなったんですけど、それは、うん、っていうのがありました。喧嘩はしてないってことね。喧嘩はしてない。次、ももは先生と運動場で喧嘩。え、まあでもこれ誤解を招く言い方ではあるんですけど、その言い方は1年生の時にめっちゃ仲悪い先生がいて、入った瞬間からすごいうざかったんですよ。髪色明るいとか長いとか、髪の毛がちゃんと制服着ろとか、うるさい人がいてめっちゃ仲悪くて、ももが授業中かなんかの時に外いる時に先生が来てバトっちゃって、バチバチって感じになっちゃって、授業中めっちゃ大声出し合ったら友達に見られてて、ママにチクられたことあります。そのおばさんがちょっと頭おかしい人だったんで、ももが悪いってより、そのおばさんがおかしかったです。あ、それは今俺も思ってるの。はい、マジで嫌い。はい、メロ。卒業式はカラオケで開催。卒業式にも入れなかったんで、一瞬だけ行ってピューンって10分ぐらいタクシーでまたカラオケ行ったっていう、すぐに。卒業式入れないですよね。もう入れなかったです。校長室でやりました、もう。え、みんなが卒業式終わってから来てって言われて、卒業式終わった後に呼ばれて、校長室で一人で卒業式しました。いやいや、それでもいいですね。その日にその制服着て行ったの。あ、そうです。その後同じ学校にはこういう感じの子いなかったんで、違う学校の子と友人で卒業式やった、楽しかったです。最後、担任は市原隼人。絶対自分ですよね。え、先生の言うことを全然聞かなくて、自分が。その時市原隼人さんめっちゃ大好きで、手とかにもう市原隼人って書いてたんですよ、マジックペンで。市原隼人とかやって書いてて、それ見た先生が、もう何したら俺たちの言うことを聞いてくれるのって言ったから、市原隼人くんがそうやって言ってきたら、何しろ言うこと聞くわって先生に言ったら、次の日先生が市原隼人のお面作って飛びで、何しろこれ脱ぎなさいとか、何しろこういうの外しなさいとか言って、携帯隠しなさい、希望通りもやってくれたから分かったよって言って、めっちゃ面白かったっていうっていう話です。いい先生、いい先生、めっちゃ優しい先生。ということで、元の友達から回収したエピソード以上になるんですけど、こうだったなとかありますか、自分発信で。卒業式とかこういう服着ててっていうのもツイッターとかにもおっしゃってたから、みんなにちょっとね誤解されてた感じのことがあるんですけど、自分はヤンキーってわけではなくて、おしゃれとかで髪の毛染めたりとかしてたわけだから、自分は全く一回もグレたことないと思ってるし、周りから見たらちょっとそう思われてっちゃった時はあったのかなって感じです。ネイルとかも好きでやってて、そういうのもヤンキーとかじゃなくて普通に好きなことしてたな。今の2人は全然ヤンキーではありません。ありません。当時の担任の先生って何かこう一言とかありますか？たくさん暴言吐いてごめんなさい。またどこかで会ったらご飯行きましょう、彼好きだよ。ももは中3の時の先生は最初めちゃくちゃ仲悪くて喧嘩めっちゃしてたんですけど、途中からもものこと理解してくれるようになって、もものこと考えていろいろしてもらったんで感謝してます。今でもたくさん迷惑かけてごめんなさい、また会えたらいいな。はい、ってことで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ママとアイメロでした。バイバーイ。